まずは膝立ちの状態でお腹を5秒引っ込めてみてください。いきます。1、2、3、4、5。はい、緩めていいです。次にお尻を少し締めた状態で同じように5秒お腹引っ込めてみてください。いきます。1、2、3、4、5。はい、 OK です。はじめと後ではどっちがお腹が引っ込みやすかったでしょうか。ほとんどの方はお尻を少し締めた方がお腹がへこませやすかったではないでしょうか。そうなんです。実は腹筋をやってもお腹って引っ込みにくいんです。ポイントはお尻を締めることとつま先を開くこと、この2つをちゃんと意識して腹筋やプランクやっていくとお腹が早くへこむんです。お腹が出てしまう人の多くは立ち仕事ではなく座り仕事や車の移動時間が長い、そういった方が多いと思います。椅子に座っているとどうしてもお尻の力が抜けてしまいます。お尻の筋肉が外にかかり、お尻が何しろ緩んだ状態になってしまいます。まずはスマホを足の間に入れて足をパカッと開きましょう。手を後ろについてお尻を締めて持ち上げて締めたまま下ろします。いきましょう、スタート。お尻を締めて持ち上げたら下ろす。お尻の力が抜けないようにお尻を上下させます。床についてもお尻が締まったままです。お尻を硬くしましょう。お腹もへこんでると思います。はい、 OK。 次は寝ます。足を開いてお尻を締めます。この状態でお尻を締めたまま床に下ろしながら上体を少し起こします。いきましょう、スタート。お尻を締めたままです。持ち上げて締めたらそのまま起きる。締めて起きる。これがちゃんとお腹がへこんで姿勢が良くなる腹筋の方法です。お尻を締めて、はい、 OK。 それではプランクをいきます。うつ伏せになりましょう。まず初級編です。つま先を開きます。膝をついてお尻を締めて、これでキープ。ポイントは呼吸、息を長く吐いてください。吸うときは一瞬。いきましょう、スタート。つま先を開いているのでお尻が締めやすいと思います。上がらないように締めてください。息長く吐いて、吸う時間は一瞬、長く吸ってはダメです。どんどん息吐きましょう。はい、 OK。 次は中級編。今よりも少し肘の位置を前に出しましょう。これで膝をついたままキープです。長く吐きましょう。いきます。吐いて、どんどん息吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、オッケー。呼吸がちゃんとあった人は結構効いたと思います。次は上級編。今の位置で膝を浮かせる、頑張ってみましょう。宇宙で起きても OK。 いきましょう、呼吸合わせて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、オッケー。おー、効く。筋肉の使いっぱなしは姿勢を悪くする原因です。今使った筋肉伸ばしましょう。脇の下に手をついて体を持ち上げます。つま先立てて、ここから反る、起きる、繰り返します。スタート。反る、膝ついて反ったら体を持ち上げる。締めたお腹を伸ばす。オッケー。足先を合わせて膝を開きましょう。お尻締める感覚だいぶ分かったと思います。お尻をしっかり締めて息を吐きながら5往復このお腹の横を使っておきましょう。いきましょう、スタート。ふー、さあ
お、吸って吐く。一、二、三、四、五、お、オッケー。ちょっとおまけもありましたが、初めからたくさんやるよって言われたらやる気にならないですよね。これぐらいで終わりだよって言って頑張ってやったらね、ちょっとなんかもうちょいいけるなっていう気持ちになると思います。そういった感じで今回おまけをつけました。頑張って最後までやった方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。